春風みずほのサブチャンネル、春風のおっさん。皆さんこんにちは、春風みずほです。今日もですね、春風みずほサブチャンネル、皆さんに私の趣味でありますガチャガチャのですね開封動画、お届けしたいと思います。今日は3個用意しました。この中身がですね、一体何なのか皆さんにお見せしたいと思います。それでは早速開けていきましょう。どうぞ。ではまずはこちらの黄色いカプセルからいってみたいと思います。そう、これはね、カプセルのこのセロハンテープをちょっとキリーの、よいしょと、いきたいと思いますけどね。はい、よいしょ。まずは一つ目。やばいよ。いいね。まずは一つ目。じゃらーん。メタル煮干しってなんだよって話だけどね。これやばい。ねえ、これやばいよ。ねえ、やばい。メタル煮干しやばい。私ね、なんかわかんないけど、煮干し好きで、いろんな煮干しっていうか、煮干し系の、なんかいろいろ買ったんですけど、これやばい。わかる？メタル煮干し。わかります？このメタルの煮干し。やばくない？この煮干しの感じ。もう、いっちゃいそうになる。こう。食べちゃいそうになる。食べれちゃいそうな感じだけど。やばくない？すごいね、このリアルな感じ。本当の、今にも出汁が取れそうな煮干しな感じ。わかる？わかるかな？わかっていただけるかしら？このいい感じ。いや、いいね、これ。全？この、メタルな煮干しか。メタルな煮干し。全。ラインナップは5種。私が当てたのは、これどれだろうか。でも中盤、これだろうな、多分。この小羽 B ってやつだろうな。45ミリだと思うな。ぴったり合うもん。ほら。わかる？ぴったり合うでしょ？多分私のはこれですね。中盤。中盤じゃないや。小羽、中盤ってなんだよ。小羽 B。小羽ね？なんて読むのこれ。読めないんだけど。これね。小羽ね B でした。45ミリ。メタルな煮干しでした。メタルな煮干しでした。次。次いきます。次は、こちらいきたいと思います。こちらはですね、一個別の種類を前にやったことがあって、よし、いきます。じゃん！食券シリーズ。ライトマスコット2食券シリーズです。全。これは1、2、3、4、5、6種。こちらです。こちらの。やばい！タピオカミルク、タピオカミルクティーが当たった。冷やし中華が欲しかった。でも、冷やし中華が欲しかった。はい。これです。こちら、剣がついてます。タピオカの、これね。で、これはどうするかっていうと、こうスイッチ入れます。そうすると、せーの。売り切れになるってやつですね。売り切れになるって、こう、一回押すだけっていうね。こう、もう一回切って、もう一回オンして押すと、はい、売り切れっていうね。かわいい。タピオカミルクティー。ね。食券シリーズ。かわいい。ケーキハピネス、代々木グランフォーレ店。っていうね、架空のお店でしょうね、これね。かわいい。タピオカミルクティーでした。はい、次はこちら白いカプセルいってみたいと思います。ん？これはなんか、あ、こういう感じか。さあ、これね、これはね、ほんと欲しかったの。ずっと欲しくて、やっと見つけた。嬉
嬉しい。あ、これ作んなきゃいけないじゃん。じゃーん。作んなきゃいけないじゃん。これ物も、もともと入ってるのかと思った。作ろう、じゃあ。じゃん。動くラーメンディスプレイ、イエーイ。めっちゃ組み立てなきゃ、組み立てなきゃいけない。ちょっと組み立てます。どれどれ？え、やばい、見て。中身ラーメン。やばい、かわいい。かわいすぎるでしょ。待って。こういうのさ、そんなに得意じゃないんだよね。こういう組み立てる系。あ、すごい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 。やばいやばい。麺。そして、いきます。ちょっと待って。待って、ちょっと待って。ちょっと落ち着け。待って。A が？あ、丼を分解。え？分解。はい。と、A、B、C、D。これが E。で、F。これが G。はい。いきます。組み立てます。C2。A, B, C。C2。D をはめ込む。C2、D をはめ込む。四角に。A の四角い枠に。こうか？あ、違うな。あ？でもこれ合ってんだろうな。できた！できたできた。ここにはめ込みました。違うぞ。ん？あ、星ね。回らないで、もう。できてるのかな。できた、はめれた。できた、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 できた。合ってた、合ってた、合ってた。あー、やばい。ちょっと待って。やばい、やばい、やばい。いきました。で、バイ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 。あー、やばい。見て。いきますよ。いきまーす。あできたー。もう、超苦労したー。やばい。やばい、できたー。これ何なんだろう。ラーメン。塩ラーメンだわ。できたー。うーん、できたよー。あれ？できたー。組み立てれたー。もうできたー、できた、できた、できた。動くラーメン、動くラーメンディスプレイできましたー。できたー。ね、なんかもうちょっとはっきり、なんか立て付けが悪いわ。いた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 。ということでね、こちら全5種、醤油、豚骨、担々麺、もやし味噌と塩、動くラーメンシリーズ、こちらは組み立てないとできません。なので組み立てても大丈夫だよ、俺は、私はこういうの得意だよという方、ぜひこちら作ってみてください。いや、ちょっと、はあ、ちょっと飲み物飲みます。今日はですね、3個お届けしましたが、これね、タピオカミルクティーのこちらね、ボタン、これね、売り切れボタン、これ食券、そしてメタルの煮干し、メタル煮干し、そして苦労しました、こちら動くラーメンのディスプレイでございました。ああ、動きだ。以上、ではですね、今日は、こんな感じで終わりたいと思います。この動画がいいねと思った方は、グッドボタン。そして、まだまだ私の趣味のガチャガチャやら、他のものやらを見てみたいなという方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はるかぜみぞでした。ありがとうございました。バイバイ。